皆さんこんにちは、こんばんは。今ね、じっちゃんさん、ドローンのね、修理っていうかさ、ジジアにね、修理を頼んでたんで、修理が完了してね、送り返してもらったんで、今テストしてるんだよ。で、DJI のさ、カスタマーサービスって非常に丁寧っていうかさ、ねえ、びっくりしたんだけど、じっちゃん、今までね、何回もカスタマーに修理依頼をしてるんだよね。で、今回、特に感じたのはさ、一回一回電話で対応していただいたんだよ。で、最初ね、前、動画でさ、話したと思うんだけど、じっちゃん今月の初めからさ、9日間か、石垣にね、旅行に行ってたんだけど、その時にね、持って行こうと思って、前の日テストをしたらよかったんで、で、ちゃんと充電をして持って行こうと思ってね、プロポ本体はね、充電してたんだよ。充電してたんで、プロポの方をね、充電をちゃんとしとこうと思って充電したんだよ。で、充電をして、充電ランプ消えたんでね、あ、これでもう終わったなと思って、最終的な確認をしようと思ってね、やったらさ、プロポの電源が入らないんだよ。突然ね、プロポの電源が入らなくなって、あれと思っていろいろやってみたんだけど、どうにもねならないんで、でもう持っていけないからね、もう旅行に出る前にさ、 DJI さんの方にね、カスタマーセンターの方へ送ろうと思ってね、送ってたんだよ。その後旅行中に電話が来てね、見積もりとかどこがね悪かったかっていうのをね、メールしてますんで確認して対応していただけますかって電話いただいて、でまあ出先でさ、メールが確認できなかったんで、帰ってから確認をしてね、その金額をお振り込みしますんでよろしくお願いしますということで、帰ってきてメールを見て振り込み先とかね確認をしてさ、で修理代金を振り込んだわけで、で、それからすぐね、何日かぐらいでもう帰ってきたんだよね。で帰ってきたんで、で帰ってきたらまたお電話をいただいて、そのちゃんとね、修理が直ってるか確認をしてくださいと。でそれでね、不具合があったりだとか、なんかわからないことがあったらまたご連絡いただけませんかっていうね、ご丁寧な電話をいただいたんで、で帰ってきてさ、実はもうバタバタしてたわけだ。いろんなことをね、頼まれたことを済ましたりだとかさ、自分の用事済ましたりだとかやってたんだけど、なかなか確認ができなくて、今日ねこうやって確認をして、一応ね、一応大丈夫だと思うんだけど、これでね、これで大丈夫だと思う。動くね、動く動く。はい、ちゃんと動くっていうのはね、確認できたんで、これで大丈夫だと思う。あとはね、外でさ、ちょっと飛行テストっていうのをやらないといけないんだけど、ちょっとそれはね、車で出かけてさ、どっかでかね、やらないといけないんだろうけどさ、これでリンクもねできたんで大丈夫なのかなと思います。あとはもう飛ばすだけだよね。まあね、その DJI さんもさ、今までそんな感じてなかったんだけど、こんなね丁寧だったかなっていうね、
感じでびっくりするぐらいさ、丁寧な対応をしていただいてね、修理が完了したんだけど、あのバッテリーがねダメだったらしいんだよ。バッテリー、このマビックエア2はね、実は買って3年ぐらいかな、3年ぐらいになるんだけど、このプロポのねバッテリーがさダメだったらしいんだよ。でバッテリーを変えて、まあバッテリーがダメになったけど、バッテリーの代金はなんかねいただきませんということでね、結局いくらだったかな、こっちから送って、元払いで送ったんだけど、送って修理と合わせて3000円ぐらいで済んだね、送料とかねしても3000円ぐらいで済んだ。まあ助かった。まあほんでね、一回一回丁寧にお電話いただいてね、助かりました。あれこれは、あれが貼ってたのがないということは、あれこれプロポ交換になってるのかな、プロポ交換になってるのかな、その国土交通省にさ登録してあるこのナンバーがあるわけだよ。これをねこのプロポにも貼り付けていたんだけど、貼り付けていたんだけどなくなってるっていうことはあれかな、プロポも交換してあるのかな、わかんないや、はい、今気がついたんだけどね、よく見てみたらさ、考えてみたらこのナンバーが消えてるっていうことはどうなんだろう。あとね、まあ大丈夫なのかな、バージョンアップは送る前にしたんで、先月の末ぐらいにしたんでね、何も表示されなかったんでね、大丈夫だと思うんだけどね。はい、ということでね、じっちゃんの相棒のねドローンも帰ってきた。でね、あのじっちゃんさん、あとファントム4も使ってるわけで、ファントム4も使ってるんだけど、っていうかもう最近全然使ってない。もう車で移動をする分にはさ、車に掘り投げていけばいいんだろうけど、でかいんでさ、ファントム4がもうでかいんで、もう使わなかったらねダメになるよなと思ってさ、友達にね、あの使ってくれないかっていうか使わないかっていうことでね電話さっきした。でその人はね今もファントム4を使ってるわけで、でいろいろ仕事でね使ったりとかしてるんで、同じもんを使ってるんでさ、こうバッテリーだとかそんなのがもうあれなわけで、一緒だからね、あのなんか都合がいいんじゃないかなと思ってね連絡したんだけどね。でまあ今日はね日曜日で子供の部活でね、なんかバスケットの試合でその試合会場に来てるっていうことだったんで、ちょっと後で考えとくっていうことだったんだよね。まあそういう人にね使ってもらったらね、ファントム4自体もね嬉しいのかなと思うんだよ。なかなかね実はこうやってそうやって使わなくなったのは、その友達で必要な人がいればねこう差し上げてるんだよ、いろいろ。もう使わなくなる前からね予約
予約じゃないけどさ、それ使わなくなったらちょうだいねって言って予約が入ってるのなんかもある。だから実は自分でもう使わなくなったら知り合いにね、友達にさ全部こう振るっていうか持って行って使ってって言ってあげるんだよ。だけどその普通の家電品っていうかね、その iPad だったりとか iPhone だったりとか、そういうな、あの普通のカメラだったりだとかさ、そういうのはだいたい普通使う人にあげるんだけど、ドローンだけはね下手にやっぱりあげられないんだよ。危ないんだよねやっぱりね。そのやっぱりそのそういう今まで仕事をしてる人とかさ、使ってる今までねドローンを飛ばしてるっていう人にはこうね何も考えずにっていうか、こう簡単にあげられるんだけど、そうじゃない一般の人もね欲しいって言われるんだよ。ドローンが欲しいって言われるんだけど、今までねその経験のない未経験者の方にさドローンをねこう差し上げるっていうのはさ、非常にこうリスクが高いんでね、やっぱりそのあたりはこう控えたいよね。だからその上げるものによって行き先が違うっていうのはね、必然的にこうね決まってくるわけだよね。はい、ということでね、DJI さんの方からねカスタマーセンターの方で届いたらねチェックをしてくださいと、動作チェックをしてくださいということだったんで、リンクはできたんでね、あとは大丈夫だと思う。はい、そういうことでね、今回は修理に出してたねプロポが帰ってきたんでね、動作チェックを行ってみました。以上、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。